ヒップホップじゃねえだとかどうこう俺はアンチに対して言いたいが俺らは言われてるよ軽はずみでも真面目に俺らはラップが好きお前が NPC 叩いてる間に俺はアンチに叩かれてきたがバトルなんてな叩かれてなんぼアンチ全員黙らせてやるよでもその意見を全部肯定するよだって高校生ラップ選手権見てたから憧れ相手にかますチャレンジャーこれ以上負けると流すたれんだよああ俺は好きだから勝ちてえからその気持ちしかねえんだよ経験の勝つ原点を勝つ俺絶対に勝っててっぺんに立つヤッホーチッタケイティですアベちゃん愛する FJD クラブチッタまだまだ盛り上がれますかシャビス君コーラ優勝準優勝本当におめでとうでも一つ言わせて私の方がコーラ先輩じゃボケの先輩は僕の方ですけどね、yeah. まああなた FJD、まあ、この場所で Rest in peace って終わらせるだけまあ本当に KT ちゃんが優勝したらどうするんですか俺はマイクにかけた未来あいにくシャビスには勝てやしない私に来たぜ過去の屈辱はアイディ山崩しブルドーザー俺のバースでみんなぶっ飛ぶか誰で吹っ飛った俺が注目株分からせるだけだぜあんたのイケたスタイルを覆す俺はフライスロー絶対正式スタイルをあんたの目を見てるぜじゃあ絶対目離さねえからな勝利の女神を振り向かすだろ MJ ジャイキリスキルあんだろなめんじゃねえよ ID のフローで音楽鑑賞三代目殺しのコンサルタントがモンスターハント討伐完了なんで龍騎君を倒した後にこいつが出てくるんだよって話1回戦より空間かますおい順番が逆わかるで一回戻ってやってみるそういいやつにラップしても全くモンスキルが感じられねえなやっぱ僕の全然内容がないよ夢を見たならば最初で最後俺を掴むぜ愛と願いよ最近リベラル態度でかいぞ俺ならいつもこんな顔でやってるぜいやそのまま屈指でお茶化して茶化してやるよバカにしたやつをライスインガラビーオーライまだこの感覚で自由に遊んでたいからタグイタイとか自由自体遊んでるやつがハッピーじゃない、yeah. 遊べないやつがいるとか右から左に流して今来る言葉俺のフローに巻き込まれて遊べないやつらみたいなやつのばかりだから俺がぶっちゃけてくぜ、yeah. ここで位置を塗り替える死んだ観客息を吹き返す、yeah. だから見せてきてくぜあんたクラブの遊び方よく言うけど俺ならだからそういう話はもう大丈夫今日名古屋は俺の街食欲性欲ジンドッグ横断歩道は右手上げて七転びに勝てるの俺様だけ何が好きなのマジでネットウィーク戦車来るなら見るなら盛り上がりやマジでサブに超えたフェスね冬を冬準備いいかクラブチーターさせずリスター一回サブーター殺しちゃっていいっすかマジで気に入らねえ凱旋の時も逃げて飼い慣れされした羊が今じゃ中堅の子にいきゃかわいいね今日は勝てそうな相手だから来たんですってダサくないっすか俺は強者相手でも食うあいつかことができるってことなら分かってるから全てをこれは目がけ自分のことすらままならねえやつが誰の心も震わせるんだよから目指したヒップホップピラフが先進み一歩リードスタイルが古いおすぎとビーコ認知症なり押しすぎたピンポン、yeah. これが始まる俺のラップからかまして首振らすお前チケット買ってこい E プラスだってラップの腕前 C プラス
俺は寄せだからギャラもらってねえし、お前そのラップじゃ歯が立たねえ。いえ立つのはチンポ、あとガンフィンガー、人気度ピーマンとタコさんウィンナー。いえ俺は普段社会人、やってるゴルフのインストラクター、平日は職場でクラブ握って、今ならクラブでマイク握ってる。ハーレムは俺を呼ばないっぽい、でも聞かない意見はゴミ箱ぽい。てかこいつラップが嫌味っぽいから 0.2 days ヒカキズポイント。Yeah、出発点から終着点、これスーパープレイのさらに数段上。こんなクソつまんねえギャグ銃殺系、バースのレベルはもう中学生。折り返し地点調子どうだハーレム、ぶち上がるやつどんだけいいんだ、ルードアルファ最近中途半端グルッパー15連射、hey yeah、右左曲がれてない俺は写真ね、これは曲げないマイロスタンスだけど俺が無我夢中分かってグラブし、伸ばすは拡散希望、金ないなら白アルバイト、税金対策シャブ3キロ博多の塩。レオジャル調子どうですか、俺のバースで解くこいつの緊張、ラナインとキュウリは行くときは一緒。俺は韓国チーだ、カムさん無理だ、ラップデビューファッターアンポルキーや、俺の頭の回転ハンドスピナー、ほらねほらねハンドスピナー、ほらねやばいでしょハンドスピナー、ハンドスピナー、ハンドスピナー、いやいや格もさ驚くライミング、アンポルギアに対してハイキック打てな、そのかまつかまじドープなラッパー、ステージで道具を出すなよ。友達にチヤホヤされるのがピーク。ちなみにこれ幻の17回のボンベロ君のビートだったけど、あれ幻の17回行った人なんですけど、何やってんすかね。ゴタゴタゴタ、さっきから1回戦から17回出れなかったやつのおっさんの言い訳にしか聞こえないけど、どうですかそうですか、こんなおっさんよねえっすわ。これぐらいで OK からかますことあるほど正直。イエオ俺17回の話出しました、さっきのバス言い訳してましたか、お前17回出たけど大して時代も何も変えられてないけどプロプスでいじがってんじゃねえぞストレリア、あそれがデッキじゃないからお前の土俵先行で取って何言うかと思えば俺にありきたりにありつかない評価がどう、そんなの全部は無視してこう、俺は俺のままだよ、だから今日も予選を勝ち上げてここにいた。正直がっかりしたぜ、ゲストバトラーが予選相手にさ投稿柔軟に出した言葉で空間支配者して声はこいつを超えるニュータイプライマーが俺だよ、それを分からせるお前のことを晒し首よ、ライム吐き出せ叩き売り、足立組がランラインの敵討ち、いや俺流し打ちなんて一言も言ってない、もしかしてネタみたい、俺のスキルにさネタみたい、そんな必死にお前は目立ちたいか、俺もライム踏みまくり、俺のフットは勝つ資格ない、ライマー相手に勝つ資格ない、俺のライム弱点勝つ資格ない、俺もライムだけ伸ばしてシーン、お前はまるでロケットエンジンのシーン、いらないシーンに俺がゴアテックスならこいつはシーン、わかる量産型ってそういうこと、その上の頂点だけども俺の方がオリジナル性があるってこと、でも今のシーン組も 2,3 年前に振り聞かされたお下がりライブ、マイピッチズ隣にワイプグルパオドタマにライブ、これが違いでわかる話本気出してください、よく見たらイケメン好き、うんそんだけ、いや元気よく高校って言うなよ、いやバースで元気出せよ、いや俺はバースの方がバイブス増し、退屈ラインを履いてんだったらリスナーは体育座りだろ、いや俺の本気のファンそれでバチバチお前とやり合うぜ、いやライマーなのにさ未来ねえゴミ、わっさは見た目も地雷系女子、いやオッケーお前が地雷系女子、俺はモード入ってる苦手の極意ってな、俺もライム踏むぜ体育座り、俺のなライム使い、俺なら容姿探偵、事件解決毛利探偵、こういうマック殺して